アルガリは、玉ひずめもシカヒツジ属に分類される、グルテールイ。種商名アモンは古代エジプトの神アメンに由来する。アルガリの名はモンゴルでの呼称に由来し、コヒツ羊や羊のイ。アフガニスタン東部、インド北西部、ウズベキスタン北東部、カザフスタン東部、キルギス、タジキスタン東部、中華人民共和国、ネパール、モンゴル、ロシア南部模式標本の産地は、 ウスチカメノゴルスク周辺。体長180から200センチメートル。お腹10から15センチメートル。肩高115から130センチメートル。体重95から180キログラム。羊属最大種。死由とも1体の角を持つが、特にオスの角が長大で、ねじれながら前方外側に伸びる。染色体は56本。同じ属のムフロン。 ウリアる、そして、家畜羊と交雑可能で、その雑種も、また子孫を残せる。羊の先祖ではないとされるが、交雑により羊に、アルガリの遺伝子が入っている、可能性はある。旧亜種に分ける説がある。亜種の分布の境目は不明とされる。亜種の分類、英明和に、和名和に従う、標高5000メートル以下にある鉱山の岩場、砂漠、渓谷。 ソリンなどに生息する。オスのみで3から5頭からなる群れと、メスと、幼獣からなる群れを形成し生活する。繁殖期には優位のオスと、複数頭のメスからなる10から15頭の群れを、形成する。白麺白母性だが、気温の高い季節は夜間に採食を行う。視覚は発達しートル時には二からートル先の人間や、食肉類を発見できる。 オスは時速5 0キロメートル、メスや幼獣は時速6 0トルで走行することができる。植生は植物食で、草本、木の葉、コケ植物、チ衣類などを食べる。カキは草、陶器は枯れ草やコケ、チー類を食べる。捕食者は主に大陸狼が挙げられ、雪氷に刈られることもある。稀な例としてはクズリに殺された。 ヒグマに襲われた例もある。幼獣は赤狐大山猫犬ヤマワシ、黒ハゲワシ、ヒゲワシなどに襲われることもある。繁殖様式は耐性。9月から翌1月中旬にかけて、交尾を行う。妊娠期間は160から165日。1回に2頭の幼獣を産む。生後2年半から3年で、生成熟する。びによる、生息地の破壊。 核目的の乱獲、放牧による家畜との競合などにより、生息数は激減している。1997年における、生息数は8万頭以下と推定されている。アシュヒマラヤアルガリオエーホッチセナイト、アシュカラタウアルガリオエーナイグリマンタナは、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。ありがとうございます。